こんばんは国分寺市の情報をお届けする国分寺ボイス始まりました今回のパーソナリティは国分寺市職員の春知とアイスボーイですこの国分寺ボイスでは防災情報や注目の市政情報をお届けします国分寺ボイス春知大変だよなになにいきなりトラブル発生今年が終わっちまう終わっちまう12月って なんでこんなにあっという間に終わっちゃうんだろうねもう年末だなんてなんか焦るわかるよなんだろうシワ吸って焦るんだよねバタバタする感じそうなんだよバタバタするでも焦っても仕方ないからできることを少しずつやっていこうそうだねじゃあ今回の防災のお話いってみようよし今回は災害時協力移動のお話だよ 災害時協力移動前回の話って市内の公園にある昔の井戸の話だったよね昔の井戸は災害時の生活用水に使えるんだよってあれのこと今回の災害時協力井戸はまた別の井戸の話なんだよええ、また別の井戸何が違うの災害時協力井戸っていうのはね市民の方が災害時にはうちの井戸使ってもらっていいですよって言ってくれてる井戸のことなんだ つまり昔の井戸は市が設置した井戸だけど災害時協力井戸は井戸を持っている市民の方が災害の時にはどうぞってご厚意で提供してくれてる井戸ってことかなそうそう災害時には昔の井戸と同じように洗濯やトイレの水を流したりする生活用水として使えるよ市内5か所の井戸が登録されているんだ内藤に3つと徳倉に1つそして東本町に1つ ホームページにも場所が載ってるから確認してみてね実際に行けばこれだってわかるのかな災害時協力井戸っていうプレートがあるからすぐわかるはずだよそれならいざという時も安心でも無償で提供してくれるってなんか申し訳ないというか協力してくれてる井戸の所有者にもメリットとかないのそうだね災害時協力井戸は市で水道法に基づく水質検査を実施して 所有者の方には結果をお伝えしているんだなるほど所有者の方は井戸水の安安全を確認できてて心ってことねそうやっぱりもしものことを考えると災害時協力移動をもっと増やせればって思ってるんだけどねはるちみたいに意外と存在を知ってる人少ないみたいでね多くの方に知ってもらって災害時の利用もだけど井戸を所有している方がいらっしゃったら協力をお願いしたいってことねそういうこと。 市内で移動をお持ちの方がいらっしゃったらぜひご協力をお願いしますそれからもしものために災害時協力井戸昔の井戸の場所確認をお忘れなくさて次は姿勢情報のコーナー行くよ今回はここから見えたよツインタワー写真展示ツインタワーといえばあのツインタワー国分寺駅に優先とそびえ立つあのツインタワーそう国分寺駅ビルのツインタワーだよ なんと今回は写真展の紹介にゲストに来てもらってます。国分寺プラザのココンブさん。はじめましてココンブです。ようこそ国分寺ボイスの収録スタジオへ。では早速ですがここから見えたよツインタワー写真展示について教えてもらってもいいですか。はいよろしくお願いします。12月23日土曜日から来年1月末頃まで。 国分寺プラザでは市民の皆様から応募いただいたツインタワーが写り込んだ写真を巨大国分寺マップ上に展示します市民の皆さんんんが撮った写真ななでですすねそうなんですツインタワーって市内のいろんなところから見えるんですけどここからだとこんな景色なのかってなったりえここからも見えるのってなったり結構発見があって面白いんですよ。確かに 市内でも普段行かない場所からの景色って知らないもんな巨大マップの上に展示って楽しそうですねここからの景色ってこうなんだってなるってことですよねその通りです地図で場所を確認できるから写真を見て近くでこんな景色があったんだとか今度行ってみようとか思ってもらえたらいいなって思いますいいですね展示が行われるここ分寺プラザがあるツインタワーを 市内のあちこちから見たらこんな景色なのかってなるってことですねそう、そういう楽しみ方もいいですね年末年始国分寺駅にお寄りの際にはぜひここ分寺プラザにご来館くださいここ分寺プラザの開館時間は午前9時から午後10時まで1月1日だけは休館日だから注意してね国分寺駅に行くときには市内から見えるツインタワーの写真展ぜひ楽しんでください よろしくお願いしますそろそろお別れの時間ですこの番組は市公式 YouTube チャンネルでも配信していますもう一度聞きたい方は YouTube をぜひチェックそれではまた来週国分寺ボイスこの番組は国分寺市役所の制作でお届けしました次回お楽しみに